大阪駅で買ったハッピーターンたこ焼き味。このほら、ここ普通に立てへんねん。こうなんねん。ででん、こちらでした。え、じゃあ千円札も1個もあの財布の中入ってませんでした。金欠。島に着きました。もう一人でもうてんやわんや。見てこの荷物、この荷物、いや大変やった。今からちょっとシャトルバスで、ホテルまで向かいたいと思います。全部一人でできたのはすごいと思います。ということで今から、ホテルまでレッツゴー。じゃーん、やっと着きました。もう大変やった、うん、広島です。今日はなんかもうあのトイレこんな感じですね。トイレこんな感じで、お風呂こんな感じですね。まあ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 、一人晩酌できる場所があります。今日一日頑張りたいと思うんですけれども、玄関見ました？皆さん滝が流れてたし鳥居もありましたよね。ここめっちゃいいホテルですね。ということで皆さんにオーシャンビューをお届けしたいと思います。3、2、1、ダンダンダカダンダンダン。うわー、これが広島の、あ、ちょうど船通ってる海です。あの辺に柿とか生きてるかもしれんね。知らんけどさ、いるかとかあるかもしらんで、みんなよう目凝らしといて。反射で見えへんけどさ、今日ほんまに大変で、もう何回もこきかけて。ミュージシャンの人すごいなと思います。アイカいつも車移動でなんかもう本当にあの楽させてもらってたなと思いました。もう電車なんて本当に大変だって、周りの人にも迷惑かけたらあかんからさ、その辺もめっちゃ配慮しながらやから。でも無事に着くことができてよかったです。でこのね、持ってきたさやつやねんけどさ、なんかわかる、このほら、ここ普通に立てへんねん。こうなんねん。これかなりでっかいんよ。多分8キロぐらいあると思う。でこれもこれも8キロぐらいあると思う。はい、ということで髪の毛やりました。化粧はまだちゃんとできてないですけど、ちょっと今からリハーサル行ってきます。そこ眠たくなってきました。はあ、眠たい。今日大阪駅で買ったハッピーターンたこ焼き味、いただきます。じゃーん、なんかほら見えません。うわ、めっちゃたこ焼きの匂いするわ。ソースの匂いかな。じゃあいただきます。エネルギー。キャベツ焼きってあったやん、あれに似てる。うん、今日さ新幹線でお弁当買おうと思ったけどさ、おにぎりな持ってきてて、節約。もうね、やっぱりね、お金使っちゃうやん。もうね、あいきは YouTube 見てもらって初めてお弁当食べれるから、今の段階じゃ自分で家からおにぎり握っていくしかない。うん、これ見て、ごめん食べかけめっちゃついてる粉、味濃くてうまー。うん、そういうことで、もうちょっと一人やからあれやわ、暇を持て余す。明日は広島焼き食べに行きたいなと思ってます、個人的に。はい、じんじんじけじんじん。今日の衣装はこれで決まりだ。イエイ、頑張ってくるぞ。頑張ってくるじゃけえな、広島だけに。うわ、綺麗、マジ綺麗や。最強曲日付です。
じゃーん、お風呂に入りました。ということで今回はですね、ででん、こちらでした。なんか冬月で一日館長をさせてもらった時の写真使っていただいてる三浦マイルドさんと、井上和彦さん、そして、折島一平さんと、まあ、トークショーみたいな形で、まあ、日本ジャーナルですね。もう皆さんご存知ですよね、日本ジャーナル有名ですから、私のチャンネルよりも有名ですから、に出演させていただいて、今回めっちゃ歌いましたびっくりするぐらい歌いました。皆さんも一緒に歌っていただいて、感極まるような回だったなと思いました。今からねちょっとね一人飲みしようかなと思ってます。明日はお好み焼き食べて絶対帰るから、それは約束します。みんなとの約束。ちょっと今からお酒買ってくるわ。ヤッホー帰ってきたよ。なんと皆さん500円玉使われへんかってんけど、なんなん自動販売機。しかもさめっちゃ高かった、びっくりした。ビール400円もしてんけど絶対無理、買われへんやん。ということでこちら280円の氷結を飲みたいと思います。氷結でもいいよ。では皆さん今日はお疲れ様です。え、氷結ってこんな甘い？めちゃくちゃ甘いやん。お茶も買いたかったけど500円入れへんかったか、お茶買われへんかったわ。なのでじゃあ千円札も1個もあの財布の中入ってませんでした、金欠まあそんな感じでね、今日は一日ゆっくり過ごしたいなと思います。この後もしかしたらどっか行くのかわかんないけど、ちょっとよい連絡待ちです。でまあ今日行かんかったら、まあ、明日広島焼き食べて帰りたいと思います。はあ、今日はね本当に楽しかったです。でなんかいろいろこうやって話したんて初めてじゃないかな、初めてではないか、今まであったけどそんな多くなかったから、うん、私としてもすごく勉強になりました。ではゆっくりと晩酌タイム楽しみたいと思います。お腹すいた。どこしてたんだな、賢い。何時間前のあやき賢いです。Oh my god. 3つしかない。3ポイント。はい、じっくり味わって食べます。たーん、ごゆきちゃん。うまい。今日のさ、バイキングやってんけど、夕食ね。カニがさ、めっちゃ置いてあってさ、さすがにさこうまあ出演者の皆さんと一緒に会食するのにカニしゃぶられへんなと思ったからカニ取ってないねんけど、カニ食べたかったわ。カキフライとかは食べたけど、
へえと思いながら、でまあちょっと本番前やしとか言ってちょっとぶりっこして、まあでもほんまにお腹いっぱいやったから、やっぱ本番前ってやっぱちょっと緊張しちゃうんかな、やっぱり、まあ、何でもやってきてるけど、まあ、緊張するんよ。歌う前ってあんま食べられへんの、飲めんねんけど、歌はあのご飯は食べられへん、そっか疲れへんかってんけど、うわもうめっちゃが今がっつきたい、今がっつきたい、もう全部料理めっちゃ美味しかった、クオリティ高すぎた。なんと23階です、ビル高すぎ。23階でご飯食べるとかみんなある？うちない、うちない。焦りました、カニも置いてたし、びっくり。頼むからもう一回食べさせてくれって感じ。でも明日朝食も、すいません食べながら、朝食ダメ、朝食か、朝食もあるから、朝食は絶対にいっぱい食べてやる。あでもあかん、いっぱい食べたらあかん、お好み焼き食べられへんくなる。そう、皆さんお分かりの通り、あゆきは食べ物のことしか考えてません。もうそろそろ寝ようかなと思ってます。酔いが回ってきました、疲れたからね。じゃあバハハや、おはようございます。いや昨日は楽しかったですね。もうね、あの部屋でみんなで飲みました。結局だから美味しかったです、美味しかったというか楽しかったです。うん、楽しかった。やっぱね、もうみんな優しいですね。今日はもう最終日なんですけど、まあ大阪に帰るだけなんですけども、広島焼きを食べて帰りたいなと思います。今日はなんとね、曇り、見えへんけど曇りです。曇りっていうか、ちょっと冷えてて、昨日みたいな感じなんかな。でも昨日の方が晴れてるような気はする。ということで、今からちょっと用意しまして、もう出れる準備がもう、まあ、結構最近なんか早く準備できてるっていうのがすごいなと思いました。なんか学習能力あるなあやきって感じです。で、あのそんな感じで、まあ、学習能力が 高まってる時にやっぱ実力発揮したいなと思うので、今のうちに準備して行きたいなと思います。そういう感じ。よし、準備 OK。 最近サホちゃんにこのリボン可愛いって言われてからずっとつけてるね。あのベースのサホちゃんサポートしてくれてると言われたら鵜呑みにしちゃうタイプです。これ多分もうあとずっと1ヶ月ぐらいつけてるかも。んー、ありがとうサホちゃん、アイキの気分を上げてくれて。すごい、ありがとうございます。めっちゃ綺麗なホテルなんだが、あー実際見られへんと思ってたから、綺麗、赤くアジサイ綺麗、旗が、国旗がいっぱいで、鳥居もあります。ちょっと待って皮出してます。ちょっと一応モザイクかけときますわ。じゃーん、かっこいい、じゃんじゃがじゃん。すごい、ファイヤースペシャル登場、スペシャル登場。みんな待ってくれてんねんこれ。すいません。
マヨネーズください。あ、はい、でもマヨネーズ、マヨビーム、あ、いや、さっき入れてください。うわ、美味しそう、カキが。あ、どうしようか、カキちゃうけね。はい、はい、近いですよ。一番マヨネーズ守ってる。関西人が呼ばれたんで分かるもんね。やるな、やるな、やるな。もうだって鉄板がないってこと。優しい、ね、優しい、鉄板に置いてくれてる。せやますね。うわわわ、はい、どうですか。うまい、カキ美味しそう。広島行くことは多かったんですけど、あんまり食べる機会なかったんで、はい、卵も入ってるんですね。なんかあの、いや、そうですね、なんか結構多いのがそのラチのイベントで歌いに行くっていうのが多いんですけど、もう現場で歌ってすぐ帰るみたいなのが多かったんで。うん、そうですね。あ、前岡山でしたっけ、どこだったかな、はい、汗だくなんですけど、もう終盤に取り掛かったけど、でっかいホタテが入ってたのでみんなに見せびらかしたいと思います。じゃん、ということで広島の旅終わります。皆さんいかがだったでしょうか、いかがだったでしょうか。最後に広島焼き食べれて、あ、間違えた、お好み焼き、広島のお好み焼き食べれてよかったなと思いました。じゃあこれで大阪に帰ります。バイバーイ、見てくれてありがとう。